たのかな。食べられてますか。この間あのヨミヤさんも出ていらっしゃった戦略発表会、ブシロード大発表会、はい、新春の、はい、新春大発表会の時に楽屋に実はお餅焼けるのがあったんです。見ました？気づかなかったです。なんかそう、あの楽屋で飲み物とかお弁当が置いてあるあのケータリングゾーンに、はいはい、トースターと一緒に、トースターと一緒にきな粉と砂糖と醤油とお皿とお餅が置いてあって、準備万端じゃないですか。そうなんですよ。そう、なんか出演者さんとかみんなでお餅食べてて、うん、迷子ちゃん食べたのかなって思って、我々は多分見過ごしているんだ。なんとそんな風にご用意いただいていたとは。そうなんですよ。実は季節に合わせて何か置いてあったりするんで、じゃあもう次何か、あ、これはちょっとよからぬ期待をかけさせてしまったかもしれないんですが、いや、じゃあもうなんか多分夏ライブやると、うんうん、なんかキンキンに冷えた何かがあったり、キンキンに冷えた、どうだろう、なんかでもあると思います、これから。じゃあちょっと私たち迷子も頭の中でキンキンに冷えた何かを想像しながら楽しみに楽屋を行きたいと思います、はい、もうケータリングはぜひ見てください。はい、そうします。お次では行きます。はい、えい、あ、あ、もう一回やります。あ、もう一回やります。もう一回やります。どうしよう、転がせない。もう思い切ってやっちゃっていいです。思い切って大丈夫です。私が止めるんで。ありがとうございます、はい、行きます。はい、よし、今行きたいところ、今行きたいところ。気になる、気になります。はい、つい最近、お友達同士の LINE グループがあるんですけど、温泉の話が上がっておりまして。そうなんですよ。だからちょっと今温泉に行きたい気分になっております。え、はい、近くですか、遠くですか。あー、でも近場でも遠くでもなんかその夜景が見えるというか、なんか外の景色が見える露天風呂が行けたらいいなとか思ってます。いいですね、はい、これ個人的な話なんですけど、山形県にある上野山温泉に行っていただけたら嬉しいです。行ってみたいです。よろしくお願いします。あ、行かれたことが あるんです。そうなんですね。ちょっとそこの何かをやっているものなんで、ちょっと温泉の宣伝をさせてください。ぜひ何かとは言わないんですけれども、私もピンと来てしまいまして、はい、ちょっと行きたいと思います。バヌリマさんも温泉を求めている方、はい、ぜひ行ってみてください。今だと多分綺麗な雪景色が見えるんじゃないかな。それはもう行かないといけないです、ね、そうです、ぜひぜひよろしくお願いします。食券乱用というやつですね。食券乱用してますね。はい、皆さんもよければ、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあもう一回、じゃあせっかくだからこれ出しちゃいましょう。いいですか、じゃあもう一度、はい、いいもう行きましょう、行きましょう、はい、お願いします。あ、またこれは今やったからこっち。はい、最近食べたもの、食べて美味しいもの。あ、最近食べて美味しいものは、今日ちょうどクッキーを買ったんですけど、はい、そのクッキーがすっごく美味しくてですね、チョコチップクッキーなんですけど、はい、その中にチョコレートクリームがぎっしり詰まってるクッキーでして、そんなのあるの？そうなんです、6枚食べました。6枚いや、私が聞いた話だとヨーミヤさんなんかいつも何個か食べてる。そうなんですよ。一回クロワッサン15個事件を聞いたことがあって、クロワッサン15個事件っていうのが、最初は5個のパックから始まったんですけど、はい、足りないなと思って10個パックを買って、はい、気がついた時には10個パックと5個パックを買って朝ごはんを食べるという、はい、期間がありました。びっくり、すごかった、びっくりしました。ヨミヤさん食べるんだと思って。そうなんです、そうなんです。やっぱり迷子ちゃんにはグミをめちゃくちゃ食べる女の子がいるんで、立石凛ちゃんがもうグミ大好きでして、そう、事務所の後輩ちゃんで、初めて会った時に好きな食べ物は何ですかって聞
聞いたらグミが好きですって言っててグミが好きなんだって思ったら本当にグミしか食べてないっていろんなところから聞いていや本当にそう思います。いやそうですよね、はい、そうだからみんな何食べるのかなって思ったらすごい食べるんだと思ってでもさっきクロワッサンのその事情を聞いて、はい、確かにクロワッサンは空気で軽いからそうなんですよ。意外となんていうんですか、中ぎっしりっていうよりかは、うん、軽くて感触もなんか何重層になってる感触があるので、うん、すごい食べやすくてパクパク気がついたら15個に達してました。はい、クロワッサンは空気だからゼロカロリー。そうなんです、はい、何個食べても大丈夫です。はい、あほらもうコメント欄でもみんな言ってる間違いない逆におすすめの食べ物は何だろう。なんか聞けばモルモニカさんは皆さんお好きな食べ物が、はい、そうなんですよ、ありがとうございます。さっき軽く話してたやつですね。モルモニカは焼肉と肉寿司がすごい好きでモルモニカは焼肉って聞いて、うんうんうん、ライブを頑張る。いやもう美味しいですよね。そうなんです、私たちの源になっていて源にそう焼肉って聞いてこうライブしていくじゃないですか、うんうんうん、焼肉屋さんに。そしたらみんなこうメニューをバンって開いて肉寿司をすぐ見つけて、はいあはい、これが欲しい、もう目が行くんですね。そうなんです、みんなこれが欲しいのって言ってじゃあもう肉寿司バンドで私も一緒に行きたいぐらい肉寿司が好きなの。モニカと迷子でライブやりましょう。いいやりたいです、ね、バンドリチームにお願いしよう。お願いします。もうこういうのは言っていけばいいって、ね、言っていけばいいって先輩が言ってた、はいはい、先輩が言ってた、いただきましたので、はい、はい、じゃあ迷子とモニカで肉会をしましょう。はい、ライブもぜひお願いいたします。お願いしますということで今夜のサイコロトークはここまでです。皆さん森ちゃん見たことないですか。そうですよね、お腹がこんなに出てしまってなんかその多分タキちゃんが黙っていないだろうなというふうに、まずい、そうなんですよ、思いつつ、そして、ね、さあコメント欄でもざわついていますが、はい、何かが置いてありますということで、ここからは TV ライブの200回を記念した特別コーナーを行いたいと思います、はい、今から2人で200にちなんだ3つの企画に挑戦いたします。3つのうち2つ成功できればこちらのくす玉を割ることができます。私たちが、はい、一つしか成功できなかったらくす玉割れません。それはちょっとよろしくないですね。やばいですね、うんうん、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、まずはこちらです。 200g ぴったりチャレンジ。こちらに用意されたお菓子がございます。お菓子こんなにたくさんの、たくさんのお菓子が、これは立石凛ちゃんの好きなグミ。これは凛ちゃんが大喜びしますね。このつぶつぶはおりみさんがよく食べているイメージ。モルフォニカがこのハートのグミもよく食べてます。やっぱ各バンドにグミ担当っているんですねグミ好きいますね。いますね、はい。でこちらを、自分の感覚で 200g すくって、はい、プラスマイナス 10g まで OK で、はい、成功で 200g のジェリービーンズじゃないお菓子を、はい、お持ち帰りできるそうで、はい、ちょっと、ね、バンドに持って帰りたいですね。そうですね、はい、ぜひ増加したいと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、頑張りましょう、はい、目分量でお菓子をキッチンスケールに乗せて、これかちら、はい、なるほど、じゃあやっていきますか。やっていきましょうこちらはですね、衛生上的にしっかりと私たちはゴム手袋をはいさせていただきます。いただきます。はい、よいしょこのスプーンはあれですね、あのスクーンなくてもあ、そうですね、あってもなくてもって感じですね。やりやすいかなみたいな、はい、優しさのスプーン。そうです、はい、はい、じゃあちょっとじゃあ読んでそうか、私から、はい、あ、私からか、はい、あ、私からでした。それではお願いします。結構ありそうですよね。そうですよね、そう、なんとなく一粒少ししか動かない感じがしますね。まだまだ全然な気がする、気がしますね、まだいけそうな気がする、ね、いきましょういっぱい乗せちゃおう。はい、引いていく方が
そうですね、見えないんだ。そうですね若干怖いのでちょっと乗せときます。はい、そろそろか、そう、一回開けますか。一回あれ、これなんか何回かチャレンジできないんでしたっけ。はい、私勘違いしてますか。3回開けるんですよね。そうですよね。あ、じゃあそうなんです、1回開きましょう。1回開きましょう。それでは今の、体重じゃないお菓子重はこちらです。あれあれ、 10g の差は成功ですよね。あ、あれいけた。逆に放送事故になってしまいました。持ち帰りましょう。はい、持ち帰りましょう。でも何でしたっけ、2つ正解でしたっけ。そうですね。じゃあまだくす玉が割れないですね。そうなんです。あれ、メモリが違う。あれ、メモリ違いました。あ、大丈夫かなんか一発目にできたことが本当に嘘のようで、逆に合ってますよね。メモリを疑ってしまいますね。合ってるみたいです。やったやってしまいました。それじゃあバラエティにしてこんなことが起きてしまうのか。起きてしまいました。はい、はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、200円目利きチャレンジ。はい、あ、おいっぱい何かが来ました。ありますね。はい、はい、こちらはですね、はい、用意された商品から200円のものを選びます、うん、この中に200円の商品は2つだけ入っておりまして、残りは全部100円のものとなっております。2人とも成功でその商品を持ち帰り、あ、なんかお好きな商品持ち帰れる。持ち帰れる、はい、かしこまりました。じゃあ頑張って当てていいのかわからないんですけど当てれたらいいなと思いながら。そうですね、頑張って。あ、あいついなくなってる。あ、さっきまで、あ、あのですね、先ほど打ち合わせをしてた段階ではですね、ネズミさんのおもちゃがあったんですけど、いたんですけど、ちょっとスタッフさんの配慮もあり、いなくなりましたね。ご退場。そうですね。ご退場しましたね。ご退場いちゃいました。ちょっといろいろあって、はい、いなくなってしまった。ということで結構いっぱいあるんですけど。大きいものは帽子から小さいものはホッチキスまでいろいろとありまして、これは難しいですね。コロ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 、なんかこういうやつ、こういうか、あ、知らなかったです面白いなるほど、そうですね。なんかでもそれお好きですね。いや、なんか触り心地がすごい好きでして。あ、いいですね、プニプニする感じ。そうなんですよ。なんかでもこれ100均でありそうだなと思いつつ、これもね100円な気がするんですよ。この遊べますよね。なんかなかなか飛ばないんだよなこれってこれで合ってるのかな合ってると思います。これで合ってるんですかね。新藤さん、新藤さん、あの1回目に一発で当てたじゃないですか、はい、だから余裕で遊べますね。そうですねこれ私たち遊べますよ。何やってもいい時間になっちゃいます。何やってもいい時間だなやばい、これめちゃくちゃ遊べますね。遊べますね。でも、どうしましょう。でもなんか帽子、あれ書いてない、書いてないか、書いてないですね。書いてたりしないか、書いてなかったですしよう。え、売ってるんですかね、100均で帽子って。え、でも売ってると思う。あ、売ってるんですね。でもこれ阿部って書いてある。あ、阿部って書いてある。あ、違う、ああいうだ。いや、ここで見えるんだって、見えるんだって、このああいうが。ここでグッズ紹介挟んで
って書いてある。なるほど。でもおめでとうございます。ねこの感動を皆さんにお伝えしたいぐらい今アメの迫力がすごくてでもなんか帽子100円で買えなさそうじゃないですか。いや、わかります。なんか200円しそうですよね。じゃあこのアメの力、アメの力アメじゃないアメの力で信じますか。これにしましょう。そうします。そうします。じゃあ1個ずつ聞くんですかね。あ、じゃあ1つ目これから、はい、じゃあ、はい、これは200円ですか。なんか申し訳ない空間に。いや、大丈夫です大丈夫です。私たちがエリートなのかもしれないそうかもしれないですね。でももう一個当てなきゃいけないんですか。そっかそっか、もう一個、もう一個、もう一個当てなきゃいけない。難しいですからね。100円らしきもの。そうですよね。なんかじゃあ革製品ですか。これはちょっとあの、あ、中身が楽しいですね。カエルはちょっとね、このカエルがちょっと待ってね。カエルちゃん映せますかね。今すごいずっと飛ばないんだよな、これが。これが飛ばないんだよな。練習中のカエルさんみたいになってますね。ゲコゲコしとるのよ。かわいい、はい、もしこれが100円だったら皆さんよかったら買ってみてください。買ってみてくださいそうですね。でこれがでもこれっぽくないですか。すごいですよね。なんかそんなにチャックつけて。これはでもなんか100円な感じします。なんかね、はい、でもどうしようとか言ってこれが200円だったりしたら、疑心暗鬼になってきました。どう思う。あっお名前があるんですか、そのカエルちゃん。この子ですか。はい、ゲロタですしかも男の子だったゲロタ、ちょっとネーミングセンスが。ゲロタくん、ゲロタ、ゲロタ的には多分これだと、はい、これですかね、はい、じゃあそうですよね一回行きましょう。もうじゃあこれ、これ、はい、これ見せちゃいましょう。じゃあお願いします。どうですか。やばいやったな、ゲロタ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 の、ゲロタのホースが命綱が。いや、これはでも役目を果たした印かもしれないそうかもですね。そうですねあ、でもちゃんと治りました、別に。ちゃんと治りました、はい。なんかちょっと地獄の人大喜びですけど、ゲロタも大喜びはい、ということでですね、正解は、こちらの、収納ケースとこちらの、はい、はい、アベらしき帽子、アベらしき帽子ということではい、はいはい、あれもう2回成功しちゃったな、ね、成功、まあ、でも記念にね、先に割っちゃいます。たまわり確かになんか気持ちよく次に、気持ちよく次に行きたいですね。はい、そうですね。割っちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ、はい、割っちゃいましょう。じゃあ失礼します失礼します。じゃあ、せーの、ふしらめいてる、ふしらめいてる、ふしらめいてるじゃん。どうしてどうどうしてこうなってしまうこれを回せばいいんだ、こうだ。ああ私番組でこんなに面白かったのなんかこんなことになるんですねそうなの。これがバンドリテミディアイブでいや、でもリハの時これ正解だったんだけどもう、ヨミヤさんがこんなに積もってるところ皆さん、見えたことありますかなんか、気をいつも張ってるのでなんか久しぶりにというか
めちゃめちゃ気が抜けてちゃういや、もうここではリラックスしてくださいありがとうございます面白すぎる、面白いくす玉でしたねはい、はい、じゃあということで以上200回記念コーナーでした。次は300回